乾杯乾杯って、なかなか怖かったもんね。なんでちょっと俺もちょっと怖いイメージなの。みんなに言われんのよ。怖くないでしょ。ピーしかないかもしれない。ピーしかないよね、さっきの。はい、こんにちは、DG です。バーマナハです。チルテキです。ということで、今日はね、撮影があったんで、撮影の帰りにね、このそれぞれ好きなもの買ってきて、その飲み会をしたいだと思います。という感じで、とりあえず乾杯していきますか。はい。はい。うえ、はい、ということで、いきますか。はい、はい、じゃあ、乾杯乾杯乾杯。うまい。はい、じゃあ、こういう撮影あんまないから、ちょっと、どうやったらいいか分かんないけど。確かに、ね。そうね。じゃあ、飲んでいくか。飲みましょう。撮影でもなんか酒飲ませてくれるのはありがたい。普段配信で飲んでるけど。最近は自炊するんですか、例えば。ああ、いや、まあ、冬は結構 してたかな。絶対鍋じゃん。そう、鍋。鍋めっちゃ楽で、そう。確かに。もうまじ収録ぐらい鍋食ってたけど。なんか理由終わってからずっと鍋してなかった。そう、鍋。酒飲みながら。そう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 。奥だからちょっと別のことやりたいなと思って、うん。ちょっと料理配信するかみたいな感じで。まあ、鍋。いや、もう料理とは言えないんだけど、もう鍋作りながらも普通に酒飲んで雑談するみたいな感じ。もういいじゃん。そう。ぶっ込むだけだし。そう、ぶっ込むだけ。うまいし、ね。自炊はマジでしないかな。肉とかも焼くだけだし。鍋って野菜切るでしょ。野菜は、あの、買った野菜。もう鍋用野菜みたいなのを買ってきて、そうそうそう。もうぶっ込むだけだから、マジで。いいね。何も包丁とか使ってない。キムチ鍋。うん。ほんと。なかなかキムチ好きなだけでしょ、それ。一番先にあるからな。キムチ鍋。そうそう。まだ飲まない。コーラのね、当てにね、うん。そう。毎回いつも買うときに悩んでるけど、コーラ。そう、結局ね。そうだね。今日は俺これにするとかって。全部コーラだ。一旦悩まないと。みんな悩んでんだから、何しようかなって。俺さ、うん、最近タコライス作るのハマってんだけど。前からじゃね、うん、いや、前はね、ポトフ。ポトフハマってたんだけど、最近タコライス作るのハマってて、二人さ、なんかある。作りたい。作りたい料理。作ってみたい料理。はい。何俺、ハマったらめっちゃ作るけど、作らなくなるとめんどくさくて作んないんだよな。YouTube とかで、ね、料理作るやつ見るの好きだけど。わかるわ。うん。自分で作ろうとは思わなくなっちゃった。なんか魚とかもさばいて。さばいてみたいなとは思う。さばいてたじゃなくてね。さばいてたではない。え、なんか刺身とかで買うとちょっと高いけど、やっぱさばくと安いから、うん、そう、魚自体はね。そう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 、自分で釣って自分で釣るとこからな。釣るとこからね。めっちゃ昔やってたけど、もう今さばいてもないな。昔さばいてたけど。そうなの。そう、天才じゃん。クソ汚いよ。手臭くなるからやりたくないんだよな。手臭い。手臭い。自炊関連なんだけど、普段二人がよく食べるものって何？俺もうめっちゃ限られてるんだ。あ、でも最近は当てるわ。うん、パスタでしょ。当てで。最近はまた当てるわ。じゃん。違うよ。何も分かってない。当てるわ。ハンバーグ。違う。どっちが絶対食べないでしょ。待てよ。うわ、でもブーム去ったか、油そば。ああ、まあ、ぼちぼち。ああ、ぼちぼち。牛丼。牛丼め、牛丼はでも、なんやかんや、最近はガパオだよね。ああ。ガパオと、ガパオね。カオマンガイ。めっちゃうまいとこあって。カオマンガイって何？もう初めて聞いた。なんか鶏肉なんか。鶏肉を、なんかご飯と一緒になんかやるのかな。やるやつか。はいはいはい。一緒に。まあ、とりあえず鶏肉めっちゃ柔らかいやつ。うめえやつね。超うめえ。この前週7あるとしたら4行ってたかな。ハマったらずっと行く。油そばもさ、一時ずっと行ってたじゃん。やばいよ。一生。油そば多分1ヶ月30日食べてる。そうだよ。毎日食べてる俺。やば。奈緒さんは？俺か。なんだろうな。何食ってるか。おにぎり。チャーハンおにぎり。丸いやつね。丸いやつね。くらいかな。最近ハマってるやつ。最近はもうずっとチャーハンおにぎり食べてる。同じもんしか食わなくなる。そう。なんかもうめんどくさいよね、考えるの。考えるのめんどくさいよ。何を食べるの。学生の時って、給食とかさ、勝手に出されるからさ、楽だったじゃん。何が好きだった？何でもいいの。俺、給食だったら。揚げパン。好きそう、揚げパン。揚げパンね。揚げパンじゃない？クラスの暴れん坊たちがじゃんけんで余ったやつね。そうね、酒、食べ終わったら、取ります。
らんがる。ほんとだよ。そんなの見えないけど。ちょっと2人、なんかゴールデンウィーク、何やってた？マジで何もやってない。ずっと家にいたぐらいか。リンさんはあれだもん。リンさんはもう、ALGS フル稼働で。フル稼働だもんね。やばかったよ。スケジュールエグすぎる。グいよ。夜の10時入りで、おわんの昼の3時とか。エグー。ね、もう最終日に帰って編集して、2時間だけ寝て、また10時入りみたいな。でも結構辛くても、うん、いい大会だった気がする、今回。うん、まあ確かにね。めっちゃおもろかったから。全然大丈夫だけど、でも終わった後、昨日だか一昨日、19時間寝た終わった。19時間寝た。反動重い。反動エグい。16時間寝て起きて、1時間ぐらいしてからまた3時間寝た。かな、何もしてないな、ゴールデンウィーク。何もしてないな。今一応、オフっちゃオフか。6月の頭からまた始まるから、で言うて2週間前からスクリーンだし、この1週間、2週間ぐらいが休みだね。はいはいはい。なんかやりたいこととかない？ゆっくりしたい。温泉とか行きたい。まあまあ、そうね。温泉。湯船浸かる？浸かるでしょう。浸かる？浸かる？浸かんないけどいい。浸かんないよ。熱くないの？熱くない。なんで？結局熱くて汗かくのも気持ちいいけどな、風呂の中で。うん、気持ちいい。まあ温泉とかだったらこうじんわりずっといんのがいいけど、家とかだったら全然めっちゃ熱くして俺入るけどな。なんで？拷問じゃん。サウナ的な？うん。熱くして。ね。うん。汗だ。半身浴的な？はよくやるけど、登せるぐらいがちょうどいい。やってみ今度。いやだよ、熱いもん。めっちゃチルできる。本当に？やってみよう。一回。そうこの前 ALGS リジェクトが優勝したけど、うん、どう思ったあれ見て。俺 T さんと一緒にスタジオで見てたけど。あそっか。忘れてた。忘れてた。めっちゃ一緒にスタジオで見てた。なんかやっぱり昔からずっといて。ずっと強かったチームがやっぱ、ね、優勝したから、うん、考えるけどまあファンキーマーが優勝したしで、いや俺と歴史だけ書いてるちょっとやりたくなるけどね、ああいうの見るといやめっちゃモチベは上がったね俺はやんないけどずっとやんないでしょ俺はやんないけど、うん、なんかさっきちょっと SNS で、うん、質問ちょっと募集したんだけど、うん、競技人生で一番印象に残ってることって何かある？自分のでもいいし、他の人のでもいいけど。TG さんが日韓1位取った時の大会で、3部隊の時に、覚えてるわ。マッチポイント乗ってて、俺も、TG さんも乗ってて、3部隊で、まあ、どっちかが勝てるみたいな時に、誰かのクレー踏んで、TG さんのチーム、アンチがぶっ飛んでって、俺、うん、それで、で、そのまま TG さんたちが優勝して、ガチへこみした、うん、まああれはねガチへこみめっちゃ覚えてる俺も砲台のねそう砲台のやつあちなみにあの俺ら北側のやつら全員倒して、うん、デスボ超あったの、うん、全員丸首2つ3つぐらい持っといて最初の自分の前だったから全員で最後あの玉入れしてたら勝った、うん、でも俺もそれかな、うん、1回1位取った時が一番印象的だったかなでちょっと俺亡くなったからうんうん取ってきます。最近買った高いものは何ですか？マウスパッド。え？マウスパッド。ガラス？いや、ガラスじゃない。布のボールハック。ああ、それもしかして昨日買った？今日買った？もしかして一昨日ぐらいかな。あ、じゃあ優勝する前ね。そう、優勝する前日ぐらいに届いて。あら、マジでボールハックみんな使ってるね。そう、使ってて、そう、これめっちゃやっぱいいんかなと思って試してるところ。本当に一番高いのマスパット俺本当に最近何も本当にマスパットお金使ってなすぎてマスパットが一番高い3人は付き合い長いんですか？だいぶ長い、まあ、エフェクト初期からだし、うん、知ってはいたけどなんか交流があるのでも遅かった遅かったっつうか那覇さんちょっと遅かったぼちぼちだった気がするけど那覇さん怖かったと思うなんでちょっと俺もちょっと怖いイメージだみんなに言われるんだけど怖くないでしょ。パンチパーマでアフロか沖縄のやからがいるみたいな感じだったもんね。すっかり丸くなってしまいましたけど。やべえやついるみたいな。なんでだよ。本当にやばかったけど。ブイブイはしてたからね。やばくないでしょ。癖。癖。癖。いや
母さんの癖は、注射器をめっちゃ持つ。8個ね。8個持つ。最近でもないから。めっちゃ注射器ボドボド落ちてくるなと思って。T さんの癖なんだろうな。ありそうだけどな。T さんはなんか来ないよね。くるくる。一定のリズムで回す。俺はなんかこう痙攣させるんだけど、来ないけど、さんも来る。手元で誰かわかるみたいな。確かにそれはそうだ。昔のあるあるだけでエイペックス。もうレース使いもみんな回してるよ。確かに、ま、回すとかじゃないもんね。痙攣痙攣してるもんね。癖だもんな、ね。癖なんじゃないですか。そうね。暇だもんね。そう暇だから。親指ね。そうそう親指がさ、親指が暇だから。暇だもんね。何でランク回さないんですか。そういうのはない。何気3人でランクやったことあったっけ。ないんじゃない。いや、あるかもしんないけど、わかんない。多分ない。これない気がすんな。いや、でもあるあるある。2回ぐらい。でも、ディジさんともだいぶやってないもんな。やめてから1回もやってないもんな。俺、APL くらいで連絡やるから。確かに。なんか片っぽとみたいなのあるけど、最近ナワさんと両ランクしてたしね。確かにね、してたわ。そうや。ディジさんやってくれなくなったからな。今シーズン開幕やるよ、俺。いいじゃん。お、ちょっとやりたいね。タイミングあればやってくれないやつ。タイミングじゃねえ。だってタイミング、まあ、タイミング設定じゃねタイミングではあるけど、だから約束してても来ないやついるじゃん。そうね、この会話は起きてこないし、大量にいます。ごめん寝てたっつって、開幕ランクやったら俺やんないからな。前シーズンもだって俺スプリット1の開幕だけやってプレー45まで行ったけど、そっから1回も座ってない。酒のやばい思い出、やばい思い出しか最近ない気がするんですけど、なんだろうね。なんだろうね。よかったら、ピー入れます。ピーしかないかもしれない。ピーしかないよね、酒飲んで。いろいろあるんですけど、この前のなんか、オフラインイベントの時に、が、なんか、酔っ払って、じゃあちょっとね、お腹いっぱいになってきたんで、そろそろお開きにしますか。はい、そうっすね。そうっすね。皆さん次は飲んでくださいね、一緒に。次はマジであれよ、コンビニの酒全部枯らすから。俺がね、急に覚醒する。覚醒する。コーラしか飲まない男が。絶対コーラしか飲まない。次はコーラでしょ。悩みに悩んでね。そうね、コーラ枯らすんでしょ。はい、じゃあまた質問とかあればね、あのまたね、こういう機会設けれたらと思うんで、はい、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。